今日はひじりさんの前夜祭です。昼寝してた。いいね、葵ちゃん、ありがとう。今日前夜祭なので。 MJ さん、ありがとうございます。メイクします。こんにちは。ひじりはね、来年二十歳だからな。そう、乾杯はまだできませんね。そう、いつもひじりはコカ・コーラかカルピス選びがち。昨日はありがとう。私も楽しかったです、昨日一日で。リジル今日多分公演だよね。マルさん水曜公演っていうのがさ、今日っていうのがなんか信じられないんですけど、どうしましょう。違うチームだから実感がねあんまないのかもしれないけど、よりなんか国翔さん、ありがとう。私お酒は強くも弱くもどちらでもないと、別に普通平均的ではあると思うけど、あんま飲まないですよ。でも全然、うん、そう、寂しい寂しいんだけど実感が全然なくて。中さん、ありがとう。劇場で見てくるようだった。あ、どんなドレスかな、気になります。MKさん、ありがとう。こんにちは。半顔メイクしてみようかな。半顔メイク持っておく。こっちだけしてみようかな。メイクを。こんにちは。ぬりぬり。
あれ大丈夫じゃないかな、ひじりさん大丈夫でしょ、今日公園出るからね、きっと大丈夫だと思われるけど、 LINE してる感じは大丈夫だったけどね。ホークス応援団も楽しかった。あおいちゃんありがとう。古い話はね難しい。でも昨日はあのみんな ボケたがりで全員がボケだったので、リハの時もね、ちょっとアリとエミリーさんはもうアイドルでいようっていう感じでいました。今ちょっと今こっちだけしてますね、今メイクをねしてみてます、こっちだけしてる。どうだどうだ、の時間のなさでリハしたよ。だから休みなかったんだよね、ほぼほぼもうすぐ出番だった。そう、シャボン玉泣いてすむなら泣きやがる、うん、こんにちは。でもさ、懐かしすぎ、懐かしいとか言わないの。もう確かになんか昔の なんだっけな、エンタの神様じゃないかな、なんかレッドカーペットじゃないかな、なんかそういう昔の結構さ懐かしい番組、だから今はもうないじゃんそういう番組、なんかああいう番組結構すごい出てらっしゃった気がしたんだけど、なんかバラエティ番組、今はさなんかそういう番組ない全然ないから寂しいよね。またそういうなんか面白いお笑い番組欲しい。左上のアイコン何なんだろう、これはなんかバッジだね、ギフトをたくさん投げたりなんかレベルがあれだと思う、なんかのバッジだよ、ランクみたいな。
変顔メイクとか言って全然わかんない。こっちだけしてるんですよ。わかる。メイク、はい、あんま変わらんな。言うて画面だと伝わんないかも。あ、わかるか、ちょっとわかる。そんなに濃くしてるわけじゃないからあれ、うん、言うて変わんないか。そこまで男性のことはわからんやつだ。昨日はありがとう、ありがとう。片方だけ化粧されてるんですか。いや、特に意味はないです。やってみたかっただけです。ホットマット、ん？ホットマット、ホットマットしか勝たん。こっちもやりますよ。違いを見せたかったけど全然違いがあんま伝えてなかった。今こっちだけコンタクト入れてないのに、カラコン入れてないんですよ。そう、実はなんか左目がちょっとなんかゴロゴロしてたから目薬したんだよね。後でつけます。糸島いいね。今日天気いいのかな。天気いいのかね。葵ちゃんありがとう。コンタクト一日して目が変わった。そうだよね。新鮮の。ちょっとねフォルムが似てる。人がいる対戦だよね。だからあれって なるんで。ファンの方ってちょっとなんか似てる方多いんだよ。だからはい、1454でした。あざまーす。曇りか。ファン層って若いと思う。本当？
そうなんですか。理想のプロポーズどうなんですか。理想のプロポーズ。うわでもねむずいね。なんか想像つかないんだよな全然。で人多いに反応してしまう。いや他にも似てる組み合わせの人がいるんよね。発見したんだ。同じ組み合わせ。あ、同じ他の組み合わせ。あ、バッチが豪華になった。あれ？なんで？その告白シチュエーションも知りたいです。シチュエーション。なんでしょう。はでも直接がいいと思いますね。フラッシュモブやだ恥ずかしい。人があまりいないとこでプロポーズとか告白はしてほしいけれど。愛知村村民さんありがとう。あら名前誰だ。彼女の一番上で告白するしかないかいいんじゃないでしょうか。どうなんですかね。告白なんてちょっとなんか忘れたわ。ロマンチックなのは好みだよね。うん、あんまり分かんない。私がまだ子供なだけなのかな。ロマンチストな方も愛であんまりなんかそんな。春の誕生日そうだよね。私もなんか送ります。ロマンチックを求める方が子供な気がする。ああそういう捉え方もあるか。私は全然ロマンチックとかじゃなくていいや。昔からそういうタイプ。ロマンチックなの別に好んでない感じ。ロマンチックな人ちょっとあんまり合わないかな。なんかロマンチックな言葉とかをかけてくる人とかはちょっと苦手かも。私はね。名前まず忘れてました。なるほどね。葵ちゃんありがとう。どんなちょっと書いてみてよ。ロマンチックな告白。ロマンチックな言葉どんな感じ。この夜景よりも愛の方が何倍も綺麗だよ。ベタですね。愛理の方が綺麗だよ。あー無理だ無理だとか言って
ちょっと無理かもしれない、ごめんけど。バラと君がいなくちゃ生きていけないし、それはちょっと変わってんな。こんにちは。この花の花言葉知ってる？永遠の愛だよ。無理かもしれません、そういうのは。ちょっと、いや無理だな、私は無理だ。そういうのが好きっていう人は好きだもんね。私は無理ですよ多分。無理っていうか、普通にロマンチックな、そのなんかポエム感な感じの人はちょっと無理。ポエムチックな、仕事もあります。あ、頑張って、お仕事ファイト。ロマンチックはちょっと私向いてないわ。ハイライトを塗り塗り、どーん、二人で一緒に幸せになろう。そう、シンプルな感じがいいと思いますね。うん、きっと。僕には失いもん、ん？僕には失いたくないものがある。一つは夢、もう一つは君だけよ、君だけよ。マラソンのゴール後に告白されるとか、いや。失敗する確率が高まりそう。ごめん、今は無理ってなる。普通に疲れすぎ。告白、もう私告白人生でしたことがないですね。そう、したことなくて、なんか絶対多分無理ですね。うん、私無理です、多分無理だ。女の子告白したことない、いや多いよ多分、多いよっていうか、あの告白する男子の方が多いと思いますね多分。それは確かに。そうね、あ博多の上下ね、あれは仕事です。
プライベートじゃないよ。ビジネス告白で決まってるやろ。セリフもだってもうビジネスでしかなくない？なんかおかしいセリフやらされるしさ、あんなリアルでリアルさがないよね、ちょっと。なんかゾンビに追いかけられてなんちゃらみたいな。自分から告白する勇気はないけど、どうやって好きな人にアピールしていいんだろう。アピール？でもアピールね、話しかけに行くとか、自分から。学生さんならそう、うん、なんか社会人になっちゃったらちょっと難易度上がるよ。若い人って LINE で告白するの？そういう人もいると思うけど、私は LINE は嫌です、絶対に。葵ちゃんありがとう。高校から男から告白するイメージ、あーなるほど、そういうもんなのか。どうなんだ、告白無理。完成したかも。仕事先でアルバイトの高校で告白してたのは羨ましくて、いいねいいね、いいですね。講師の声も全部いく。おおすごい、かわいい。こんな場合でも結婚できましたんで。いや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 、すごいことよ、結婚できるだなんて。でもね、私もひじりもよく言ってるのは、いや私もっていうか、ひじりはね結構、いや結婚しないからみたいなことを言ってて、結婚できないわみたいな、なんかちょっともう諦めみたいな、諦めっていうか別に一人で生きてくみたいな感じの考えになっちゃってます、今ひじさんは。そうなので、そっか、じゃああれでも一緒に女子旅でもしよっかって言ってる。そういう人こそすぐ結婚しちゃう。うわー、そうなんかな。取り残される可能性はありますね。あいちは早そう。いやいやいや、私お母さん、その両親に、両親とかおばあちゃんとかにこう孫見せたいとか子供を見せたいとかないんですよ、そういう気持ち。ごめんねお母さんお父さん、ごめんね、そういう気持ち今もないんです。そう、見せてあげた方がいいんだろうけどさ、うん、運命の人なんていますかね。あ、MK さんありがとう。でもそれをもう言ってるんです、私はお母さんにもお父さんにも。ごめんねアイディ、ちょっと無理かもしれないから、その時はよろしくねみたいな。できないかもしれないから、結婚とかごめんね、覚悟しといてよみたいな。
したらもうっていう呆れ呆れ。でもお父さん悲しむんだよ多分、私が結婚するとか言って。そう多分悲しむっていうか、え大丈夫その人とかなると思うんだよね。親からプレッシャーが一緒に暮らすって話をしてた。あそう30まで結婚できなかったらそうね、フィジーとかと一緒に暮らすか。ライスシャワー、ライスシャワーって、うん本当に親孝行、親孝行だよね多分結婚とか。まあ一つの親孝行ではある。それが全てではないと思うけど、いやでも全然別に私はもうだから一緒に旅行とかすればいいね。え私は結婚式の儀式、ああそうなんだ。カッピさんありがとう。一緒に両親と旅行でも行けば、厳しい審査に通らないと無理やねそうですね、ちょっと厳しい審査があります多分。そうよ、ブーケを取ってしまったら、ブーケ取ったらなんか次結婚できるみたいな感じだっけ。次って結婚できるみたいな多分、ね、大ちゃんありがとう。そんなようなあれじゃなかった、そうなんだ。できるのかな、本当かな。村長ドレス似合いそう。着たいよ、でも着てみたい。結婚早そう。いやーでもここにいる限りはまだやっぱうん想像つかないし、そんなすぐは無理な気がするけど、2回ブーケ取れましていまだになるほど。葵ちゃんありがとう。ドレスは着たい、まあ普通に着たい結婚とか関係なし普通にドレスというものは着たい、着てみたいね。ごきちゃんね、誰が一番結婚早そう。誰でしょうね。ピナじゃないかな。ピナ年下か、でもピナさん、ピナさん早そうじゃない。もう卒業しますしね大ちゃんありがとう。
通にまだ結婚できてないそのままリゾート地で結婚式を見に行きたい。いいね。クドハル？あ、クドハル早いと思う。クドハル早いと思う。多分早いのかね。早そう。うん。若菜は遅いでしょうね。多分。若菜が結婚生活すごいちょっと。なんだろう、想像がつかないの。あ、サナサナちゃん、あ、サナかも。ごめん、ピナじゃない、サナですわ。確実にサナだ、絶対サナだ。だってあんなんいいお嫁さんなるしかなるでしょうよ。サナしかないわ。うん、サナだね。一番目は確実。泣くのナッピちゃんまだですよね。そうです、ナッピさんも早そうだけどね。どうなんだろう。いやだってもう素敵な家庭を築く想像で できる、ね、サナ、一番目は絶対サナだ。予想、同期の結婚式とか行ってみたい。まだ一回も行ったことないわ、お友達の結婚式とかも。まあ私まだ22だからね。そんなもうちょっと後だよね多分。ちょっと2時半になったら終わろうかな。今17だよ。え、17だっけ。何歳なんだろう、何歳なんだろうか。あ、あれ乗ってなく、2006年4月21日、17歳だ。谷川やってくださいありがとう。17歳、老後に結婚するのはありかななるほどね。いるのかな。でもいるか。福清さんありがとう。今日の予定は聖の前夜祭、生誕前夜祭なので集まりますよ。聖とさえちゃんとみーちゃんと。そう、ななかさんはちょっと明日朝早いみたいなのでちょっとあれだけど、明日もひじりの誕生日だけど明日も一緒にいる予定です。はい、ではランキング読みます。13位、たかっぴさん。12位、だいちゃん。11位、かよさん。10位、ボビーさん。9位、こうちゃんさん。8位、ほくぴぐさん。7位、ベッキーさん。6位、MJ さん。5位、フォーコさん。4位、MK さん。3位、タータンさん。2位、クロちゃんさん。1位、あおいちゃんさんです。ありがとう。ありがとう皆さん。一
ってきますよ。バイバーイ。